アベルジャンド・アイアンは、フランスのピアノ奏者。パリの生まれ。9歳で、パリ音楽院に入学し、エミール・シュバルツに、ソルフェージュ、ソフィー・シェネにピアノを学ぶ。1919年に、ルイ・ディエメのクラスに登録するも、同年12月に、ディエメが死去したため、1920年より彼のクラスを引き継いだマルグリット・ロンに指示。 1922年に一等賞を得て卒業した。1925年からコンセールコロンヌでソリストとして活動を始めたが、その後もジョルジュ・コサードに大法を学び、ポール・ビダルやアンディ・ビュッセルに作曲法を学ぶなどの研鑽を続け、1937年にはパリ音楽院から法令賞を贈られた。1941年から死の論の公認として、 パリ音楽院の教授に就任し、1977年まで在任した。ベルサイユニテボツ。m u s i m e m c o m 妹、ジネット及び娘ジュヌビエーブもピアノ奏者である。著者吉澤ウィルヘルム、発行者、矢野掲示、ピアニストガイド株式会社請求者、印刷書、製本書高徳書、2006年2月10日、208ページ。 ISBN 4から7872から 7208X ありがとうございます。